187号では2連装砲を組み立てて船体パネルに取り付けます。今回付属するパーツです。最初にパーツ02のフィンを186号で組み立てた左船体パネルにはめ込んで接着します。続けてパーツ04の内部パネルを左船体パネルにはめ込んで接着します。さらにパーツ03のバルジを左船体パネルに合わせパーツ18のネジ2本で固定します。次に左船体パネルにパーツ12の固定部品2個を合わせパーツ18のネジでそれぞれ固定します。次にパーツ09の方針 A2 個にパーツ14の光ファイバーを差し込み、パーツ10の方針 B をそれぞれ差し込み接着します。続けて方針から出ている光ファイバーをカットします。次にパーツ07の砲塔に光ファイバーを差し込んでから組み立てた砲身2個をはめ込んで接着します。次にパーツ08の砲塔下部に光ファイバー2本を差し込み砲塔にはめ込んで接着します。次に組み立てガイドではシールを貼りますが、後の工程の作業がしにくいので後で取り付けることにします。先に船体パネルに砲塔の光ファイバーを差し込みパーツ11の固定部品を向きに注意して砲塔にはめ込んでパーツ18のネジで固定します。ネジを締めすぎると砲塔が動かなくなってしまうので、ネジの締め具合を調節してください。次に、砲塔の光ファイバー2本に、パーツ 16A の AM3 のシールを巻き付けるようにして貼ります。次に船体パネルにパーツ05の内部パネルをはめ込みパーツ17のネジで固定します。
続けてパーツ06の固定部品にパーツ15の光ファイバーを差し込み、船体にはめ込んでネジで固定します。続けて光ファイバーにパーツ 16B の ACL のシールを巻き付けるようにして貼ります。さらに船体パネルから出ている光ファイバーをカットします。次にステップ1で組み立てた左船体パネル、組み立てた船体パネルを合わせパーツ17のネジ2本で固定します。次に182号で組み立てた船体の内側にパーツ13の接続フレームをはめ込みます。これで187号の作業は終了です。